はい、どうも、鳥さんです。本日は、これ。出ました。大好き、みんな大好き、ビアードパパさんでございますけども、今回は期間限定の商品ということで、渋川栗のモンブランクッキーシューですね。ありがとうございます。モンブラン好き、クッキーシュー好きということで、好きしかないやつです。ただいつも思うんですけど、皆さんの前でね、シュークリーム食べるのは非常に難しいと。まあ今回も気にしてやってたらね、いただけないんで、美味しくいただけないんでね。美味しくいただくにはどうするかというと、見た目を気にしないということですからね。早速いただきたいと思います。いつの間にこんな感じになってたんですかね。最近ちょっとご無沙汰なので、モンブランになってると思わなかったです。いただきます。うん、もう出てきたよ。めっちゃ栗だ。うん、いいですね。美味しいですね。めっちゃ栗ですね。次どこどこ行こうかな。これでもう一回こっち噛むとこっちがうんってなりそうなんで、上から、うん、あ、クリームがすごく栗です。栗のクリーム美味しいね。ダジャレじゃないから。じゃあなんだ、マロンクリームか。渋川栗って言ってんだろ。栗のクリームです。ね。いや、美味しいよ、これ。うん。うん。いいね。なんか、いわゆるね、普段のクリームとも、やっぱだいぶ変わりますし、このね、この栗のクリームが、栗のクリームがとても美味しいです。うん、何も俺は変なこと言ってないからね、今ね。うん、やっぱクッキーシューいいね。うん、どんどん皮だけなくなっていくぞ。うん、美味しい。あ、これはいいですね。あの、とても栗を感じられるクリームになっているので、うん、鳥さんびっくりだぞ。じゃあまたお会いいたしましょう。バイバーイ。